アトリ最終回、最高だったね。最後に誕生日返したり、もらった靴はいたり、義足プレゼントしたり、もう泣けちゃうよね。お別れは楽しかったから悲しくなる。ほんとその通りで、キスしたり、光見て消えるのとかも、ほんとよかった。70年後って出て、おじいさんが出てくるかと思ったけど、データの姿で出てきて、一日とは言わずずっといれる。ってのもよかったね。最後に綺麗に決めてくれて、ほんと満足でした。以上、アトリのお話でした。